ごめんください。いらっしゃい。はい、どうぞ座って。いえ、客ではなく、本日は少々お願いしたいことがありまして。俺に？こちらのお嬢さんに。キリ？実は文化祭で紙切りバトルをやることになったんですが、もう一人の出場者が決まらなくて困ってるんです。それでキリを？なんでまた？前に彼女がカットした髪を見て、その見事な腕前に一目で惚れてしまったんです。バトルの相手にふさわしいのはお嬢さんしかいないんです。お願いします、お父さんの方からうまく口添えしてもらえませんか？いやー、俺の言うこと素直に聞くようなやつじゃねえからな。悪いな兄ちゃん、自分で何とかしてくれや。そうですか、失礼します。家族の説得は効かないか。では次の手を。ただいま、シャンプー。おかえり。店の前でタバコ吸って何サボってんの？バーカ、休憩中だ。あ、そう。あ、魚政のおばさんに煮干しもらってきたよ。食べる？シャンプー。おいしい？そういや、キリ。ん？この前お前が切ってやったリカちゃんだっけ？うん。あの子を見かけたぞ。友達とすんげー楽しそうに歩いてたな。一緒にいた男の子なんか目がハートになってたぞ。ん？世の中にはな、綺麗になりたい子が本当にたくさんいるんだよ。そういう子たちにも魔法をかけてやれよ。ああ、ちょっとシャンプー頼むよ。もうしょうがないな。やっぱり素直には聞かねえか。キリちゃん、ミートボール食べる？うん、ありがとう。俺のウインナーもやろうか。なんだ？ちょっと話が違うじゃねえかよ。すまない。落合先輩とよろずやさん、なんでしょう？どういうことだよ。 X が尻込みしてしまって出場すると言ってくれないんだ。誰だよそいつ。私が説得するから教えろよ。無駄だよ、君が説得したって。やつは今まで綺麗になりたい子たちを助けてきたが、やはり君のように体重も多く、ものすごい剛毛と来ていたら、綺麗にするのはさすがに無理だと思ったんだろう。ひどい。きっついな。あんなこと言われたら俺も泣くよ。おや、君たち、ひょっとして今の聞かれてしまったかな？すいません。そういうことなんで、今回の文化祭シザーズプロジェクトはどうなるかわからないな。ふーん。キリちゃん、ごめんなさい。私の買い物に付き合わせてしまって。いいよ別に、ジュースおごってもらったし。苦手で。そうなんだ。キリちゃん、あれ？ん？それで分かりやすい参考書がないかなって。でもひろえちゃん、この間僕が出した問題全問正解だったじゃない。あれはともや先生が分かりやすく教えてくれたからです。そう言ってもらえると家庭教師として自信が持てるよ。ともや先生はすっごくいい先生です。どうしたの急に。ありがとう。そうだ、この本なんかどうかな。はい。あんなよろずやさん初めて見ました。いつもはもっとパワフルなのに。そうだね。よろずやさんはあの先生のことを好きなんですね。だから綺麗になりたかったんですね。
世の中にはな、綺麗になりたい子が本当にたくさんいるんだよ。そういう子たちにも魔法をかけてやれよ。